皆さんこんばんは、突然大賀部屋です。メソンコ綺麗やな、超テカってるぜ。ということでね、本日紹介するの、お、オートフォーカスすげえ、めっちゃすごい。まあレアリティコレクションプレミアムゴールドっていう、いや昨日 iPhone11 Pro に変えたんよ。すげえな、オートフォーカスとかすげえな、一瞬で切り替わるな。ほら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 、ちょっと開けますわ。まあ開けとった方がな、あ、開けん方がな、あれないな、またプレミア価格つくからなって言うたら怒られるな。よしよし、ほんじゃ開けていきましょう。俺のドロー、ちょっと開ける時間が、でも今回あれやろ、そのなんか絵違いとか、俺ぶっちゃけ無限法要とか、あの辺、うららとか持ってるからな。はっきり言って、いらんちゃいらんの。一箱開けて、あれするわ。ちょっと、ああ、これあれやな。めっちゃ楽いいな。ちょっと気をるわ。あれが欲しいな。ブラックマジシャンガールの絵違いかな。あれがやっぱ欲しいかな。ブラックマジシャンガールの絵違いのプレミアムゴールドが出たら爆破だやろ。あ、なんかコレクターズレアが見えた。お、ファンタズメとかもあるんやな。エンゲージ制限かかりそうやな。今、とりあえず俺が今回こうたんは、なんで緊急ダイヤの回収と、無限法要のプレイ用と超融合のプレイ用が欲しかった。緊急ダイヤ買おうかなと思って、どうしよっかなって注文しようかなと思ったら、あれやからな、早速見たら、あ、最悪するわ、買わんでよかった、ごめんな。あんまし、あー、ギアフリードも最悪か。あ、すげえ、大取り物がある。大取り物もあれやからな、買ったからな昔。じゃあ行きましょう。めっちゃんこ綺麗、さすが iPhone 11、大取り物。おお、これいいね。うわ、もう抹殺のし、ここでいいか。めっちゃんこ綺麗くない？画像。勝手にオートフォーカスし、抹殺の指名者、これありがたいな。2枚ずつとかも。おー、超融合。おー、もう、これだけバックガード。死者蘇生の。ということは、もうプレミアムゴールド出ないっていうことか。死者蘇生の宿か。まあ、いいわ。オッケー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 。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ハリファイバー。ハリファイバーね。もう、禁止行きやな。あー、ブラック。ブラックマジシャンがパン、あ、そうなんパンクラトプスの宿、これ宿かな、どっちか分かりにくいな。マフージの方法、これあれゲームボーイのやつ俺持ってるからな。屋敷わらし、あー、ザビースト、こいつは普通の宿持ってる、アルミナーシ、うわ、ハーピーの羽ぼうきとか超いいやん。これなんなん、これなんの？フィールドの表側表示のカードを対象として。使ったことないな、このカード。おー、も、再録を。ああ、こいつ俺昔この聖騎士集めるためにこいつのパックすっげー開けて、こいつ売りまくったからな。あとたら、うわ、うさい。
ファンタズメイ、ファンタズメイの宿とかもいいんじゃね。ミラクルフュージョンね。うお、もう合金とかあるんや。合金マン、金マン宿。うわ、レッドデモンズドラゴン、これは俺あれやからな、あのすっげえ600円ぐらいの時に売って持ってなかったから。これもいい、これも、わ、パンクラ、パンクラトボスいいな。あれ？これ、絵違いじゃないよな。なんやろ。センサー万物、これなんやろ。うわ、視聴融合いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。鏡。アルミナージ。アルミナージ、アルミナージ俺も普通にウルトラ持ってるから、ね、もういいかな。何？おお、コレクターズレアか。これ何？コレクターズレアか。うわ、コレクターズレアか。かかり、違う。いや、あ、なんか後ろプレミアゴールドある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 。この次、ウララにしてほしかった。サイバードラゴンインフィニティ、サイバードラゴンインフィニティ、まあまあ悪くないかな、悪くないかな。どうなんやの、サイバードラゴンインフィニティ、サイバードラゴンインフィニティ。これはスーやつかな。スーやつはちょっとお待ちください。あー、まだ価格表みたいなのが出てないな。まだわかんないな。お、でも案外いいかな。この子は使えるからな。重ねるときとかね。お、着替える。まあこの子はなーよ。すげえな、なんか今環境で。お、ガメシエル、ガメシエルも回収で。うお。でもこれな、もうちょっと数を増やしてもろてな。お、緊急ダイヤ回収。数増やしてもらって新規ユーザーかな、できるように。うお、雪うさぎの宿な。新規ユーザーをな、そのなんか獲得できるようにしてほしいよな。大量に配って、よし。ほんじゃ1個目はインフィニティやな。よし、まあいい。あれなんかな、絶対一概の出るんかな。インフィニティならいいやろ。当たり部類だね。当たり部類だね。すーげえ、オートフォーカスすげえ。いやー、撮影機材欲しいなと思ってたんやな。最近の、いや、結構あれやんか、その携帯電話な、古いんでいいんじゃねっていう人おるけどさ、やっぱ調べ物してる人やったらさ、新しいに変えるべきやで。やっぱ速度ヌルヌル動いたらさ、その分だけやっぱ無駄な時間消費しないからさ、やっぱいいぞ。もう撮影機材ないからもうしゃあねえわ。FGO マジ気をつけた方がいいで、ヘイトステイオールオーダーグラウンドオーダーやったっけ。この2月の25日から、iPhone の6以上じゃないと動かんようになるからね。これ 5S だったら前まで。5S やったからさ、昨日まで使ってた携帯が速
買いに行った。ドコモショップ、ドコモショップの店長、ボトムズくれ、ボトムはスコープドッグくれって。よし、サイバードラゴンインフィニティ、サイバードラゴンインフィニティ、めちゃんこテカっとるな、めちゃんこ綺麗。あ、緊急だ、あ、おお、このブラフライングフライングペガサスって引っ張ってくるやつやな。これはいいかな。じゃあ行きますね。フライングペガサス、結構ほん映っとるでな、綺麗に。フライング。シェードブリデイン、これな。あれファントムナイツで使ってた。あのこの分あのなんか亀本亀本舗で頼んだら違うやつの方を送ってきてな。あの違う方をもうあのお納めくださいって。おお、エチガイの宿、これ入れとこう。デスガイドのプレミアムゴールド案外値段安いから今のうち回収しとった方がいいかもしれんな。1100円ぐらいと。マジで外れやん。わらし。しかも越外でもないっていう。もう刺さっていくで。越外でもないっていう。お、パンクラトプス。いいね。これはいいわ。マジで。あー、まあな。バックワードは取れなかったな。エンゲージ、うわー、めっちゃ雪うさぎとかも普通に入ってるからな、めちゃんが紙ボックスやな。サンダーボルトやん。この前めちゃんこサンダーボルトやん。この前すっげえストラクチャー買ったからな。え、違うんか俺。おおー、すげえ抹殺の指名者の宿。おアビスの宿、いいね。緊急ダイヤ、アルミナージ、大取り物。お、エチガイの宿。お前なんなんで、水木はな、俺この子実は言うと俺な、12枚ぐらい持ってる。あのワンキル対策。お、これ宿やな。ワンキル対策に。無限包容1枚しか入ってねえぜ。ウルトラ枠ない。あー、あれなんやな。無限包容絞ったんやな、うん。ということで。うん。あんまし、あれやな。おーっていうのなかったな。よし。ということで。あれやな、プレミアムゴールドはわらしとインフィニティでしたということでね。また遊戯王パック開けていきますんで、遊戯王パックまた開けていきますんで、またよかったらお願いします。じゃあな、めちゃもきれい。